はい、はい、久しぶりに夕方のひなを撮っていきましょう。はい、ダチョウが映るのなんか、いや久しぶりでもないんですけど、最近ほら DIY だとかさ、ダチョウ映んないですもんね。そう、久々にちゃんとしたダチョウが はい、はい、手の消毒もね大事だね。ありがとう。いえいえ。はい、こちらダチョウのひな、何週で3ヶ月 3.5 ぐらいですかね。おー、はい、いやでかいね。私よりも大きいです。ほら全然ビビだ。鏡と同じくらいだけど、やめて。でこう思いっきり来られるともう痛いですね。ほらこんなに大きいです。ポニタンより大きいかも。でかすぎる。この子たちの餌と水、水は夕方やりませんね。はい、餌をやっていきましょう。はい、やっていこう。本当に今の世話取るの久しぶりだね。超久しぶりだよ。まだこの秘釈とかを使っている頃だった気が。もうバケツですね。確かに、はい、バケツで 1.5 杯。 1.5 杯でちょっとごめん、よいしょ。決してもう驚きません。そう、人間くらいじゃもう驚かない大きさになりました。減らないでね。どひゃー、やめて。暴れられるともうちょっと怖いよね。はい、餌の子にはなしかな。だいたいほぼなし。あ、ない。綺麗。綺麗だ。よいしょ。今は小屋のヒーターとかいろいろつけて。はい、暖かくしてます。とりあえず最近すごく寒いので。ね。なんとか暖を取ってもらおうという工夫です。力で。ごめんごめんごめん、暴れないでください。もう怖いね。怖いというか、でもダチョウたちがビビるから私たちも怖いですね。何も動じないでいてくれたらいいよね。私たちが入ってもなんかそう平然としててくれれば。そう、なんだ人間か。小屋の中も見てみますか。先ほど、外の気温は10度。はい、暖かいけどいつもよりは涼しめ、15.8 度です。はい、はい、まあ、餌もちょっと減ってる。水桶は撤去します。はい、毎日洗ってね。うん、シェー。あ、後ろから死角が。水桶は中に洗うと、うん、はい、暗い、電気つけますか。はい、はい、ね、ひな舎の中もだいぶ閑散として、うん、今や使ってるのはもう多くの2つだけ。しかももうお外に出てる大きさの子たちしかいないですね。そう、普段だったらもうここは使ってないし、なんなら掃除してるはずなのに。特段寒いので、うん、うん、このうち出しますかね。年はなんか暖かかったから、それに慣れちゃった鳥が突然の寒さにびっくりしてる感がありますね。確かに。だからちょっと慣らしてあげないと。まあ慣れろって言われて慣れられないけどね。ねえ、いやでも頑張ってもらうしかないんですよね。大人ですら今年は危ないね。うん、じゃあ次は向こうの子たちを。よし、足りる感じ。あ、足りなそう。残念。ダメだった、取りに行こう。はい、よし、はい、じゃあ行きましょう。はい、ちっちゃいね、ちっちゃいね君は。もうちょっと食べな。うん、もっと食べて大きくならないと腕を起こせないです。あまり食べてない。あら、うん、なんかね、黄色のトレイよりね。あー、こっちの方が、こっちの方がいいらしい。これ、あー怖い、やめてください。痛い。あー、事故が。やめな。すごく痛かった。やめてください。やめな。よいしょ。
痛い。あの無防備なこのゴム手してないところをちょっとかじられた。どんどんと奥に追い詰められていくともちゃん。やめてください。ドキン。中は減るんだよな。うんうん。ね。大きいよ。ちょっとどいて。あ、走んないで。あ、怖い。はい。このようこうやってジュラシックパークで女の子は食べられてきました。痛い。つついてくるから痛いよね。あ、温度見てくれた。あ、温度あっちは15度で、こっちは外は見てないです。ごめんなさい。うわー、囲まれた囲まれた。15に12。はい、ちょっと囲まれちゃった。はい、もう カメラマンの方がこれ大変だ。そうなんだよ。お分かりいただけただろうか。モニターが疲れてる。やめて。はい、水桶を持って脱出。やめて。何何何、なかなか、おう、はい、ごめん、迫力のある絵が撮れてる気がする。割と大きいから、はい、これでもまだヒナまだそこにいるさ、ミニマムな人はさ、うんうん、かわいいじゃん。かわいい。もうちょっと周りに比べて小さいから大きくなってほしい。うん、何でしょうか。そのままミニマムなお隣。ああ、それはとても可愛い。終了かな。終了。書かないと。はい。はい、ということで、はい、以上、あの久しぶりのひなちゃんの世話でした。はい。バイバイ。バイバイ。